赤コーナーの秀樹、そして青コーナーの畠山隼人の一戦ということになります。この試合も解説は原口健人さん、そして田丸徳さんです。お二人どうぞよろしくお願いします。お願いします。さあ原口さん、はい、秀樹と畠山の一戦ということになりましたが、はい、どういったところを注目したいですか？そうですね、秀樹さんはまあ僕もやったんですけど、体も硬いしでっかいしフィジカルもすごいんで、はい、全てが痛いですね。そうですか。畠山選手はあんまり見たことないんですけど、今回がライズ初参戦ということになりますね。まあ、戦績見ると、まあ、勝地選手にも勝ってるし、はい、まあ、強いんやろうなっていうのは分かりますね。33戦して20勝11敗。なんか体つき似てないですか？はい、そうですね、似てますね。さあ試合が始まりました。さあ田丸さんはどういうところに注目したいですか？そうですね、秀樹選手、体が強くて、フィジカルもあってあるんですけど、はい、テクニックも本当にすごくあって、トップの選手に負けてはいるものの本当に強い選手なので、楽しみですね。白いトランクスが畠山、そして赤いテープを巻いているグローブが秀樹です。ここは畠山が前に出ていきます。野手のロッキーというニックネームを持っています。サウスポースタイルの秀樹に対しましてオーソドックススタイルの畠山、2人とも体すごいですね。大きいですね。筋肉が盛り上がっています両者。ただプレッシャーをかけていくのは畠山、どんどん前に出ていく。それを秀樹はガードしています。ここはミドルを出していきます畠山です。蹴りを返していきました秀樹。そしてローマジで左足硬いんですよね、秀樹選手の。そうですか。マジで硬いです。これ当たるだけでやっぱりダメージ食らうような感じですか？いや、もうインローとかほんまに痛いですね。富澤前に出ていきます秀樹。ここは右を返そうという畠山です。リングの中央に戻ってきました。ワンツー強烈、左ストレート。秀樹のパンチがダメージ取れるか。そして緑めちゃくちゃ痛い。すねが硬いんですか？すねが硬い。ちゃんとすねで蹴るんで、はい、すごいですよね。あんな自信持って思いっきり蹴れるって。これですからガードしててもこうダメージというのがどんどん蓄積していく可能性というのは十分あります。体勢を入れ替えます秀樹。そしてボディを狙っていく。ロープを背負っているのは畠山です。飛びまーし、膝を出していきます秀樹。はい、さあ第1ラウンドも残り1分を切ります。ステップもうまく使って回っていこうという秀樹です。そして強烈なミドルです。あと痛い。いや、そしてインド、ミドルとインド半端じゃないですね。原口さん、あの痛いやつですね。そうですね、まあ、心折れるタイプの人ですね。ただここはどん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 前に出ていく。畠山が出ていきます。ただ綺麗に体勢を入れ替えてきました秀樹。おお、左ストレート、ガムを取られていく。効いてる。コーナーを背負っている畠山、そこにどんどん前に出ていくも秀樹です。一旦レフリーが割って入りました。さあ第1ラウンド残り時間がない、15秒切りました。インローいいですね。しっかりとインローを蹴っていって、もうすでに畠山のインローが真っ赤になっています。おい、おい、そしてハイキックを見舞っていきます秀樹。そして旅膝、ここで第1ラウンド終了。はい、何で倒そうか迷ってる感じしません？秀樹選手なんかもういや、何でもしてる。いろんな技が第1ラウンドから出てきました。そう、いや、すごいな。しっかり相手をロープに詰めたところでも相手のことをしっかりと見て無理やり行かないところが本当にうまいなと思いますね。こうロープを背負ったところでもうしっかりとうまく体勢入れ替えしてましたもんね。そうですね、これから第2ラウンドということになります。秀樹は今年の1月30日に直樹に5ラウンド判定で敗れてタイトルを奪取することができませんでした。まあ、その前には原口選手、そして白鳥選手にも挑戦をしましたが、ここまでタイトルを奪うことができません。対する畠山も去年の2月に NJKF のスーパーライト級のチャンピオンになっています。その後連勝を重ねて
今日3連勝で試合を迎えていきます。青コーナーの畠山隼人です。いやただこのミドルがしっかりと捉えて左、あの左ですね。原口さん的確に捉えてますね。そうですね、ナイス。相手を見ていきます。ただ左右のフックを振っていきます畠山。この畠山も左フックはいいものを持っています。強烈、あれ痛いぞ、相手の足、無理や。そして心を折っていくあのローキック、いや強烈ですね、アルさん。そうですね、何なんすか、あの距離。秀樹選手も見るからにもう硬そうな足してますもんね。何なん、まあ、今日は無観客で行われてますけれども、田丸さん、こうバシンバシンという大きな音が響いてますよね。そうですね、やっぱりあの蹴りの音、やっぱりあの生で見ると迫力がすごいですよね。強烈なハイキックは秀樹です。右を出していく、右を伸ばしていくのは秀樹。またインローを蹴っていきたいですね。ガードを固めているのは畠山。ここは原口さん、畠山も前に出ていきたいところではあると思うんですが、そうですね、当たると思うんですよね、打てば、はい、ただローを出していきます秀樹です。ただ入れないですよね。確かにそうですね、ロープを背負っているのは畠山。何か本当にこう狙ってる、そんな表情を玉さん、秀樹見せてますよね。そうですね、はい、やっぱりあのこの相手のことをしっかり見てますよね、こうやって攻めてる状態でもですね。ここも間合いを図ってパンチを出していこうというところか秀樹、冷静な試合運びを見せていきます。左のクック、右から左、おー、ナイス秀樹。いや強烈です。畠山選手、もうちょっと自分からなんか手数出していきたいですね。ジャブだったりローだったりとか。ここは左右のフック、ただ秀樹もしっかりとガードしています。この強烈なインロー、乾いた音が響き渡ります。ラスト30秒、畠山選手こうやって、ま、待ち待ちになってしまってるんで、はい、もっと自分から攻撃をどんどん出していきたいですね。まあ、ボディ打ちなどもまあ、上手いものを持っている畠山。ただ強烈なボディは秀樹、もう一発、上下の内訳を見せていきます。ラスト10秒、いやとにかくいろんな攻撃を見せていきます秀樹。ハーフも蹴っていく、そして左ストレート、第2ラウンド終了、打ち抜いたところで第2ラウンド終了です。いやこのラウンドも秀樹が原口さん圧倒しているような展開になりました、はい、いやそうですね、圧倒しますね、この畠山ですけれども、やっぱりこのインロー、それからこう腹のあたりもかなり赤くなってますよね。そうですね、畠山選手やっぱ単発ワンツーとか一発だけなんで、はい、1、2、3、4まで行くと多分当たると思うんで、まあ、出せない気持ちはめちゃめちゃ分かるんですけどね。なかなかそこにこう飛び込んでいくというのは田丸さん、勇気がいりますよね。そうですね、畠山選手、もうちょっとその今原口選手が言ったように単発じゃなくてコンビネーションにつなげていくっていうのと、やっぱり捨てる攻撃とかもやっぱり打った方がいいですよね。なるほど、やっぱりそういうものがあってこそこう生きたパンチが入ってくるっていうところもありますかね。もうこのレベルになってくるとやっぱり本当に考えて打たないと、2手3手先を読まないと当たらないんで、そういうところまで考えていきたいですよね。第3ラウンドが始まりました。この第5試合も3ラウンドで決着がつかなければ延長1ラウンドが用意されています。ただここまでは赤コーナーの秀樹がしっかりと自分の試合展開を作っています。そして飛び膝からパンチ、結構膝狙ってますね秀樹選手。第1ラウンドも飛び膝をよく出していきました秀樹です。そしてカーフを蹴っていく、ここは左を合わせていこうという畠山。今度は前に出ていく、そうそう、コンビネーションを打った方がいいですね、はい、パン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 、単発は終わらずパンチをまとめていきたい畠山。ただ秀樹もそのあたりは考えているか。いや腹をえぐります三日月。先ほどから原口さん、この三日月入ってますよね。入ってますね、うまいですね。そしてミドルを織り交ぜていきます秀樹です。
いやこれもワンツー、左ストレート、左フック、あ今のはダウンではありません。秀樹が少し体勢を崩しました。おお、いやパンチの打ち方というのも秀樹春草さんいろんな打ち方してきますね。そうですね、中から打ったり外から打ったり下から打ったり、もうすごいですね。おお、強烈なハイキックは秀樹です。いや田丸さん、畠山としてはこれどういう風に持っていきたいですか。やっぱちょっとスピードが落ちてきてるなっていう感じもありますし、やっぱ秀樹選手の攻撃を受けすぎてるので、はい、しっかり避けたりなんか合わせたりしたいですよね。ただもらいながらもどんどん前に行って畠山もタフですよね、かなりね。かなりタフですね、かなりいい攻撃だったりとか痛い攻撃入ってると思うんですけど、はい、倒れないですね。どんどん前に出ていく。この第3ラウンド左を振り抜いていきます秀樹です。第3ラウンド残り1分を切りました。おい、いやこの音です。おい、すごい音が響き渡ります。秀樹何ちゅう音。いや原口は衝撃の凄さが伝わってきますよね。すごいな、ミドルめちゃめちゃ痛そうです。おい、そして左ストレート、これも振り抜いていきます。いや一発一発に力がこもっています秀樹。いった方がいい、もういいからが。ただ畠山も返していきたいところ。これも左ストレート、左右のフックが顔面を捉えて前に出ていきます秀樹。そして膝、おい、ただもらってももらっても畠山も倒れない。ラスト10秒、左すごいな。そしてローを攻めます。いや原口さんもらってますけども倒れませんね。そうですね、ここで第3ラウンド終了。これよりジャッジの集計を行います。秀樹選手強いな。強マジか強い。戦った時と比べて原口さんどうですか。いや僕も正直、何度もやってないから分かんないですよ。あ、1ラウンド KO でしたからね。こう後半行ったら負けてたっすね。無理っすね、あんなミドル食らったらもうタオルっすよ。タオル投げてもらうの無理よ。しかもタイトルマッチだと5ラウンドですから、5ラウンドあれを受け続ける可能性もありますからね。それでは集計結果をジャッジが集計されます。ジャッジ佐藤30対29、赤秀樹。ジャッジ大沢30対28、赤秀樹。ジャッジアキア30対27、赤秀樹。以上3対0の判定をもちまして勝者、判定は3対0で赤コーナーの秀樹が勝利をものにしました。いや原口さん、この第1ラウンドからこの秀樹のプレッシャーどんどん前に出て手数この辺りっていうのは上回ってましたよね。そうですね、なんか30対29とか今日一人判定厳しい人多いですね。いるっすよね。いますね。なんかどう考えても30対28、27なんですけどね、はい、どう考えても29ならないんですよ。ドローをやったとこは一回もない。いや30対29、30対28、30対27と、ね、多分28、27、27ぐらいと思うんですけどね。前ラウンド秀樹選手が押しているように見えましたね。確かに厳しめのジャッジがもしかしたらいるのかもしれませんが、ただ、まあ、畠山ももらいながらも全く倒れないこのタフさというのはすごかったですね。そうですね、倒れへんのやったらもっといってもよかったんちゃうかなと思いますよね。確かにそんだけ打たれるゾーンやったら、どうかね、おろすくね。さあ、まあ、田丸さん改めてどうでした、はい、やっぱり秀樹選手のやっぱり本当に秀樹選手の技術だったりとか、まあ、体の強さだったりとかは本当にトップレベルのものがあるなっていうふうに思って、はい、まあ、負けてしまったんですけど畠山選手打たれ強くてまたライズで見たい選手だなと思いました。本日の第5試合は秀樹が勝利をものにしました。